京阪ホールディングス株式会社は、大阪府大阪市中央区に本社を置く、京阪電気鉄道、京阪電鉄不動産、京阪流通システムズ、京阪百貨店、ホテル京阪並びに、その他の子会社を統括する日本の持ち株会社。本項では、京阪ホールディングス株式会社を中核とする、京阪グループについても記述する。本社事務所の所在地は、大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号、登記上の本店所在地は、大阪府枚方一岡東町173番地の1。東京事務所は、東京都中央区築地3丁目5番4号ホテル、京阪築地銀座グランデ内304号室。代表取締役会長 CEO 兼、取締役会議長は、加藤義文。代表取締役社長 COO 兼執行役員、社長は石丸正弘。2016年4月1日の持ち株会社化に伴い、京阪電気鉄道株式会社から、京阪ホールディングス株式会社に、称号変更した。持ち株会社化は、会社分割によって、現在の京阪電気鉄道株式会社に、鉄道事業を、不動産事業を、京阪電鉄不動産に継承させる手法で行われた。2006年の会社創立100周年を機に発表した経営ビジョンで純粋持ち株会社体制への移行が明らかにされた。この時には、京阪の開業100周年となる2010年に持ち株会社を設立する予定であった。しかし、2010年5月11日に世界同時不況による経済情勢の変化で、流通事業などでの自立した運営が困難となっていること等を理由に設立を見送ると報じられた。京阪電気鉄道副社長の櫻井健二は、経営基盤の強化を図り、できるだけ早く持ち株会社に移行したいとコメントした。約5年が経過した2015年1月29日、経営基盤の強化と収支改善が進んだとして、取締役会で2016年4月1日をめどに、持ち株会社への移行に向けて準備することを決議したと発表された。同年4月30日には持ち株会社移行後のグループの概要が発表され、会社分割によって鉄軌道事業を継承する、京阪電気鉄道と不動産事業を継承する、京阪電鉄不動産及び他の事業を担当するグループ各社が、京阪ホールディングスの傘下に入ることとなった。京阪グループは、京阪ホールディングスを中核に、その子会社59社及び、関連会社7社から構成されている、企業グループ。コーポレートスローガンは、心まちつくろう。2008年4月15日、同年10月の中之島線開業に伴う、6導入と同時に制定された。なお、それ以前のスローガンは、街をつなぐ心を結ぶ京阪グループであった。以下にグループ会社一覧を掲載。一社で複数の事業分野に展開している場合には、それぞれの事業分野で重複して掲載している。かつて、京阪グループに属していたが、資本譲渡により、グループから離脱した会社、合併や、事業撤退により解散した会社を、離脱、解散の新しいものから順に列挙する。ありがとうございます。